ゾウヤ・アナートリエブナ・コスモデミアニスカヤゾウヤ・アナートリエブナ・コスモデミアニスカヤは、独ソ戦初期に活動したソビエト連邦の女性パルチザン。ソ連邦英雄。タンボ府県ガブリロフスキー地区を篠の村出身。1930年、一家は、モスクワに転居し、9年生学校を卒業した。1938年、コムソモールに加入。 独ソ戦勃発後、1941年10月に、コムソモールを通して、前線域を志願し、西部戦線のモジャイスク方面で活動するパルチザン支隊に配属された。二度、敵後方に派遣された。11月末、コスモデミアンスカヤは、ナルォミンスキー地区のオブホボ村付近で前線を通過した。 公式説によれば、その後、ドイツ軍が支配するペトリシチェボ村で、ドイツ兵に捕まり、拷問の後に、村の広場で、公主刑に処せられたとされる。1942年2月16日、ソ連当局は、彼女に、女性初のソ連邦英雄称号を授与し、大規模なプロパガンダを展開した。彼女の最後の言葉は、同志スターリン、万歳。 だったとも主張された。しかしながら、別説も存在する。現在に至るまで、村で、公主刑に処せられたのが、コスモデミアンスカヤとは確定されていない。また、現地住民の記憶によれば、コスモデミアンスカヤを捕まえたのは、ドイツ兵ではなく、彼女が家屋を焼き払った村の住民だった。彼女が捕まった村には、 ドイツ兵がいなかったため、別の村に連れ去られたという。ちなみに、解放後、ペトリシチェボ村と周辺の住民は、別の場所に移住させられた。モスクワのノボデビチ墓地に埋葬。ペトリシチェボ村付近の通りと、地下鉄の駅のプラットフォームには、彼女の記念碑が建てられた。彼女が通った、モスクワの第201学校と故郷の学校では、記念館が開設された。 その外、コスモデミンスカヤの名前は、多くの都市の通り、学校、船舶、小惑星等に付けられた。彼女に由来して命名された、小惑星ワゾヤ。コスモデミアンスカヤもあるが、これは二人のソ連邦英雄の母として検証された、母親のリュボフ・コスモデミアンスカヤにちなむ命名である。弟のアレクサンドルは、上級中尉として、新鋭部隊に勤務し、 東プロイセンのザームラン島半島で戦死し、死後ソ連邦英雄の称号を授与される。ありがとうございます。